スプレークとは、オスのカワマスとメスのレイクトラウトを交配して生じた、二つの魚種の雑種である。スプレークという名前そのものは SP、エッケルドトラウトとレイクトラウトのカバン語で、すでに1880年代という早い時代に、そのような名前を記述されていたかもしれない。メスのカワマスとオスのレイクトラウトの雑種の組み合わせは、導入はされたが、良好な結果は得られなかった。 岩の族の族内後輩であり、それゆえに、北、アメリカではチャー、またはチャーとして、最も一般的に知られている。ある場所では、この魚は、ウェンディゴと呼ばれる。後輩種は、遺伝的に安定で、理論的には繁殖することが可能だが、行動に関する理由のために、不可常環境の外での、スプレーク繁殖はとても珍しいことである。唯一の知られている自然な繁殖は、 カナダ・オンタリオ州のアルゴンキン州立公園にある5つの湖で起こった。各々のケースで少数の子孫が生み出された。魚は両方の親種の特徴を兼ね備えている。スプレークはどちらの親種よりも高い成長率を示して2歳半という死魚で放流されて2年後には46センチメートルに達することが可能である。対照的に湖の川増は 同じ程度の年齢で2 5センチメートルに近い体長であり、同じように年を取ったレイクトラウトは4 0センチメートル未満であると予想される。スプレークは他の酒かの魚より捉えるのが容易であると思わせて、実際はしばしばより長生きをして、特定の状況下では巧みに生き抜いていく。最大サイズはおよそ 9kg である。しかし 4kg 以上の魚は珍しくて、 もし釣り上げたなら、トロフィーサイズと考えられる。注意以下の文献は、翻訳の際、参照はしていません。ありがとうございます。